どうみんな、ダメになりそうな時何が一番大事だと思う？はい、どうもトミーでーす。さあ、ということでそのメッセージを心の拠り所に頑張っていきたいと思ってます。お願いします。京成線駅前散策。京成線久々ですかね。あ、電車来たカンカン鳴ってますけども、本日我々はですね、京成線の新千葉駅にやってきております。総武線の千葉駅とかがもうめちゃくちゃ近い、徒歩圏で行けるぐらいの距離にあったりするので、実は意外と利用者が少なくて、沿線69駅中65番目だそうです、利用者数。動き回れる範囲がね、かなり狭まってると思うんですよ。いろんな路線が近いのでね、まあ、そんな中で駅周りってどんな風な景色があるのか歩いて行ってみたいと思います。いや、僕は好きよこの駅の感じね。まあ同じ沿線でいうと京成中山駅とかも割とこの改札が非常にミニマムで穏やかな駅なんですけど、なんかそれを上回る雰囲気がいいね確かに小兵な感じがこれからあの田中美希也というか、そこは新千葉駅なんだそれ今中日で活躍しているミッキーということで、今ね踏切を渡ってこの路地に入ってきましたけども、蕎麦屋さんとかある駅裏に。で、今日は今やってないけど、あとこのみゆき、いやいや、昔ながらのこじんまりしたこの看板めっちゃ良くないこれがね、明かり灯ったらいい家になりそうだよ。足立みつるの作品出てきそうな雰囲気本当さ、ちょっと目を向ければさ、あの千葉駅前のそごうとかさ、うん、大きな見ればもう見えたりするからね。これね、新しい家が建ってんな。建ってますな。新しいしね、不思議な空間で、そういう意味ではエアポケット的な感じだよね、都会との。あの辺とかもすごい立派なマンションいっぱい建ってるね。ここはね、ここで住宅街抜けましたけど、目の前にね、農業会館っていうめちゃくちゃ立派な建物出てきたんだけど、何これ。わあ、すげえ、めっちゃ立派じゃない。何これ何なんだろうね、どういう施設なんだろうね。農業がこれを建てたってこと？千葉の農業が。初めて見たね、農業会館。千葉演劇を見る会だって。うん、あるんやろ。ここに演劇を見る会の例会とかもある。お、市民会館、あそこのね、千葉市民会館で、うん、ちなみに私も6月6日から舞台十字路がございます。皆さんよろしくお願いします絶賛稽古中です。またちょっと駅の方に今戻ってきてますね。ここさ、何気にめっちゃ複雑じゃないあれ、これだって見てよ、あそこ二股になってんじゃん。で、こっちも分かれてる、こっちにも分かれてる、で、こっちにも分かれてる。分かりにくい。すごいね、こうやって見るとやってさ、いろんな方向に信号機ついてる。うん、今どこが青だどこ青、今。ああ、こっちが青。あ、これが青だ。うん、これが青です。複雑ですわ。今ここが青になったね。今我々の方は青になったね。じゃあここでまた踏切を渡って。あっちだから国道ですね。14号の方ですよ。戸渡神社、北三道。あれじゃん。ああ、本当だ。そうやって見てみる。
かあそこはあれじゃない、あの去年あれ何駅だ、この隣の信戸、信戸が隣だっけ、うん、隣に行った時に来たじゃん、確か確かそうだと思う、これ。え、その時もこのほらこの裏口から入ったじゃん、ここ裏口じゃないって言いながら入って、うん、お参りしたよ。そんだけもう近いんよこの駅圏内が、ほらそうだよここね、去年の夏来たじゃん、そうだね、信戸神社、覚えがねえな本当に、うん、いやー覚えがねえな本当に、なかなか見ないよ、ご神木の社員喫煙所っていう、はいはいはい、うん、これで思い出した、ここで八乙一丁が、そうだ来ましたよ、ここの最寄りは新千葉駅なんだね、駅から多分下ってくればすぐだから、すぐだね、これ、うん、西信戸と来た時も周りになさすぎてどん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 こっちに来てたの、あのお店行ったじゃん、なんか佃煮とか、はいはいはい、食べさせてもらったお店、うんうんうん、あの時だよ、そんなに覚えとったよ、その後のこと全部忘れちゃってる、うん、ここもまっすぐ行ったら千葉駅の方ですからね、我々は過去歩いたところにだいぶ近づいていくので、ちょっとこっち横にそれてみようかなと思うんだけど、そっちも行き過ぎると京王線千葉港とかあっちのエリアにもどんどん近づいていく感じなので、ちょっと歩いたことない場所を選びつつ行きます、こっち行く、ちょっと喉乾いてきたけどね今日も夏日で今26、7度ぐらいあるから、あるね、居酒屋、居酒屋がある、ね、いやでも営業時間16時から、あまだやってる、クラフトビール発見した、潮風、ここの店あれですね、以前ケミ川浜京王線の行った時にもあったよ、でもまだ営業時間じゃない、まだまだ5時からだ24年春稼働開始だから始まったばっかだ、うん、いいね、フード持ち込み自由ですって、それでクラフトビールを楽しめる、でね、その隣がパン屋さん、うん、ハート屋のパンだって、ひらがなのハート、なんかねえかな、うん、聞いてみる、何か売ってるか、うん、チョコクロワッサン買わせていただきました、もうねほぼ売り切れだった、パンあと3個しか残ってなかった、でも4時からパンが半額になるというタイムセールがあったんで90円お得だった山盛り焼きそばパンっていうのがここの名物らしくて、でだいたい昼過ぎぐらいには売り切れちゃうぐらいのやっぱ人気のパン屋さんということなので、お近くの方はぜひ来てください、ここ市役所っぽいね、市役所かなこれな、ね、となるとあそこのモノレールが市役所前駅なんじゃない、あもうモノレールの駅がすぐそこ、やっぱね千葉都市モノレールはいつ見ても近代的な雰囲気はあるね、ゆりかもめにも負けず劣らずの空気はあると思う、あー何だ来た来た、フィニッシュは市役所前か、これすごい、初めて来たよ千葉市役所、すごい立派だな、立派よ、綺麗な市役所、千葉市議会、肉眼で見たの初めて、全部立派だな、立派だございますよ、そこにベンチがあるからクロワッサンいただこう、全部気持ちのいいとこだな、
なんかね、風も抜けるしね、海側でさ。うん、おい、チョコクロワッサン。うまそう。美味しそう。僕の好きなこの板状のチョコが刺さってるパターン。いただきます。まあ、パン生地もサクサクですよ。チョコも表面に少し焼きが入っててベイクな感じがあって、甘いですけど香ばしさもあります。これはやっぱコーヒー飲みたくなるやつだろうね。はい、ということで今回はですね、新千葉駅周辺を歩いてきました。まあ、最終的には市役所前にたどり着いたんですけども、いろんな路線が近隣にあるので、これまで辿ってきた足跡を避けながら、まあ、時にはかぶりながらこう周囲を歩いてきましたけどもね。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ動画への高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。